続けるならガムで対策。血圧が高めの方のミントガム出た。準備の方はいかがですか？準備は昨日海行ってゆっくりでした。ちょっと黒いでしょ。海走ってた。泳いちゃいけないんで。それも今日の撮影のために。そうね、あんまりこう太ったりしてもね、いないんでね。50代のね、ちょっとね、はい、ちょっとなるべくウォーキングとかランニングして、あと暑いんで、ちょっと走って。ちょっと暑さが荒れるため、はい、ちょっと行きました。ちょっと久々の CM、はい、ということだったんですけど、はい、そうです、嬉しいですね。だってロッテのガムなんですね、いつも見てますし、そういうのは出させていただいて嬉しいですし、あと50代なんでね、こういうの出てみんなが健康になってくれればいいなと思います、はい。じゃあ朝から撮影頑張ってください。はい、頑張ります。朝練ですから早朝練習頑張ります。早く帰りましょう。行くぞみんな。行くぞ。よーい、スタート。まだもうなしでいいよ。なし。もう太陽で行くから。カットできますよ。また。よーい。はい。
カット。はい、カット。はい、カットです。さらに、やーい、スタート。はい、カット。カットです。よいしょ。OK です。はい、OK です。OK です。そうですね、久しぶりにね、外で、都内をランニングできたんで、爽快でしたし、あと普段見ているガムを食べながら、リラックスしながら、いい撮影だったと思います。はい、ちなみにあの撮影前にちょっとお話聞いたときに、昨日あの海でちゃんと走って鍛えていたと、はい、コンディションバッチリ整えてきたって言ったんですけど、やっぱその効果ありましたか？いやそんなはずですねやっぱりその走るシーンがあったんで、やっぱりもう元アスリートとして、まあ、引退してからも毎日基本的に走ってるんですけども、やっぱりね、なるべくいいコンディショニングのベストコンディションということで、まあ基本この天気の中走って、まあ、今日に備えましたし、自分の中では一応ちゃんとした準備して臨みました、はい。僕はあの現役の時からストレッチが苦手で体がね、すごい硬いんです。これ見てください、こんな硬いんですよで、いつもストレッチして体を柔らかく柔らかくって言うんですけど、どうしてもあの我慢できない感じであれなんですけど、まあ、そういう意味では現役の時はストレッチ、まあ未だにたまにやるんですけどね、たまになんですか？やるともっとやもっと柔らかくしなきゃダメですよね、まあ、そういうとこかな、はい、長続きしなかったらってなりますけど、ランニングにしては、まあ、引退してから、まあ、本当に10キロ太りまして、やっぱ引退してからランニングをしなかったん でやっぱりちょっとこうやっぱ体のちょっとバランス崩して、ランニングすることによってやっぱ5キロぐらい減ることになる。太ったって言われるのが、やっぱり現役に対して太ったって言われるのは、あんまり野球選手もサッカー選手もそう言われる方多いんで、やっぱりその意識として、まあ、走るってことが健康にもなりますし、まあ、体重計買って毎日体重計をチェックしました、書いてました。腹筋って結構ね、やらされたりするじゃないですか。僕やらされないとやらないタイプで、はい、だからそういう意味では、まあ、一時期体作ろうと思ってジムに通ってこうベンチプレスとかやって腹筋とかやったんですけど、どうしても腹筋に関してはなんかこうサボっちゃう癖があって、そう、未だにあの家でベンチプレスはこうたまに3日に1回こうやってますけど、腹筋はどうしてもなんかやる気にならないっていうか、腹筋はちょっとね、あのもっとやった方がいいなと思って、みんなどうしてもサッカー選手ってシックスパックも割れてる感じのイメージあるけど、僕全くそうじゃないんで、まあ、そういうふうにしなきゃいけないのかなって自分の中でこう反省してます、ね、はい。そうですね、本当に爽やかですし、あとそういった意味で僕は運動選手なんでリラックスできますし、それは本当に体にとってもうリフレッシュする感じで、爽やかな感じで、はい、美味しくいただいてます。はい、やっぱ味的にも飽きずにこう結構食べやすい味でしたかね。そうですね、あ、スッとした感じで、はい。そして50代ですから、そういったあの必要とされるふうなぴったりなガムなのかなと思いますけど、はい、結構いつでもすぐ続けられそうですよね。そうですね、まあ、家の今デスクに置いてあるんで、ちょっとした時にもいつでも食べれて、こう朝起きて勉強する時もそうですし、リラックスする時は噛みながら 走る前とかもやってます、はい。じゃあ普段からこう運動する時とか結構もうガムってもう普通にガムやっぱりあの試合前とかリラックスするために必ずガムっていうのは、まあ、試合前のバス移動とか、まあ、用意してあったりとか、あとロッカールーム行けばそういうのが置いてあるんで、で噛んでちょっとリラクゼーションするためにっていうのとがあるんで、どうなんだろう、やっぱプロのサッカー選手としてやっぱピッチに出たらいろんな不安や、ね、いろんなことがあると思うんですよ、人それぞれにネガティブなこと、そういう意味では、まあ、ポジティブなことを考えながら勇気を持って 120% 頑張る、それが、みんなにこう勇気を与えることだと思うんで、やっぱりこのね、こういった自粛とかいろんなこう不安の中、
ぱ気持ちだけでもプレーの面でもやっぱりあの勇気を持ってあのポジティブに考えながら、そういうことがみんな自然とこう元気を与えていくと思うんで、そういった気持ちの面で上向いて、はい、自信を持って勇気を持って頑張るってことがみんながそうやってハッピーになれることじゃないかなと思います。はい、やっぱもう無観客開催から今ちょっとずつ戻ってきてますけども、ファンの方はきっと嬉しいですよね、こうやってプレー見れるのは。そうですね、やっぱサッカー選手としてやっぱピッチになってプレーすることも嬉しいですし、あとそういった試合を見るのも嬉しいですし、まあ、そういう意味ではもう僕も早くねピッチグラウンド見に行きたいんですけど、まだ入場制限があるんでちょっとなかなかね見に行けないのがあるんですけど、まあ、これからやっぱりスポーツの力だったり芸術だったりやっぱ綺麗なものでいいものを見て皆さんがこう元気を持ってほしいなというふうに思いますね。はい、まずは仕事、はい、決意お願いします。これはもうこれです、はい、はいはいはい、はい、ジェリーの監督やっぱもうずっとの、そうですね、やっぱ夢とか目標はやっぱずっと持ってないと叶わないんで、まあ、どんな状況であろうがやっぱり自分は一回監督やりたいなっていう目標と決意っていうのは持ってます。やっぱり目標を持ってないとね、でもあのできなくなってしまうんで、はい、いつかまたピッチさせたいなっていうのはもう厳しいだろうなとはいろいろありますけど、周りのことより自分のことだと思うんで、はい、まあ、一応目標です。はい、結構やっぱ武田さんの周り の同期だった選手とかが監督になるとやっぱ刺激になったりします。まあ、監督が刺激になるし、まあ、監督になって解任になった選手も監督もいっぱいいるし、まあ、活躍している FC 東京の長谷川監督もいますし、いろんな監督がいるんですけども、やっぱり監督と会ってピッチでいろんなサッカーの人が一番幸せなんで、まあ、そういう意味では一応自分の夢はぶれないと思っていたいと思います。はい、続いて独身の武田さんならでは決意、はい、全く迷いないですね。あ、はい、はい、はい、エクジャ結婚はい、ドストレートに、まあまあそうですね、はい、もう53ですし、まあしたいなと思うんですけど、今自粛モードがなかなかねあれなんですけども、まあ、まあタイミングが良ければしたいなと思いますし、なかなかね、まあ、時間どんどん進んでいきますけども、はい、したいですね、まあ、はい、健康を考える50代として、はいはい、今年来年決意をお願いします。はい、はい、毎日運動、腹筋はもう腹筋というか、まあとにかく健康っていうのは僕もまあ、ながら走ってますけど、一日してでね、こう体が健康にならないんで、毎日の積み重ねが体に良くなるんですよ。それでやっぱりジムとか行くより僕は今道路走ったりとか道路をウォーキングすることによって自律神経とかそういうのを整えるんで、やっぱり、ね、年を取ってくると脂肪も落ちなくなったりいろんなのになってきますけど、やっぱ毎日のこう運動の積み重ねがやっぱ将来のこうハッピーになるんで、そういう意味ではやっぱり、まあ、走ることもそうだし歩くこともそうですし、やっぱまあとにかく続けて外をこう周りに運動するってことがやっぱ50代超えてからは大事かなと思います。はい、今回してます。はい。